義中堅の肖像義中堅から1627年12月11日は中国明朝の宦官、北直霊宿寧県の出身。本性は義。貧農の家庭に生まれ、無来の生活を送り、ある日、博打の負けで殴り物にされ衝動的に自ら去生。一年発起して宦官となると名も立ス夢ム中と解明する。 巫女の修行の聖母の食事係となり、手先が器用で小ビへつらいがうまい彼は、高級で勢力のある、議長に目をかけられ、名も、議中堅と解明する。その引き立てで、闇の観覧内閣のトップである大安に接近し、気に入られて、巫女の食事を整える係となった。そして、巫女が、特別の感情を持っている、乳母の客氏の愛人になり、高級の実力者になる。 1620年に万歴帝が死去し、同年に父の安政帝を経て、周友が典型帝として即位すると、同じく客主と愛人関係にある議長と三角関係で対立しかけたが、大安に仲裁されて議長が退くことで決着がつき、二人はあえて夫婦になった。しかし義中堅は議長と大安を邪魔者とみなして殺し、 皇帝の秘湯の代理を行う、極めて高い地位を得た。趣味の木工在庫に熱中し、政務に関心を持たない、典型三角に代わって、政務を廊断し、朝廷のことは大将に関わらず決裁した。出世や栄達をもくろむ者はなびき、批判的な者に対しては摘発して、拷問、殺害した。当時、当林派と非当林派が争っていたが、義中権が首領となった非当林派は、 大安が迎えた、東林派の閣僚を投獄し、各地の書院を取り潰した。1623年には秘密警察である、東省の長官となる。翌1624年に、左福都御史のようさざなみらが24の罪状で、義中権を弾劾すると、東林党らの大弾圧を指揮する。義中権は、東林党を弾圧することで政界の表舞台に、踊り出た。 現実の政治に合わない理想論を掲げ、閣僚たちを攻撃する、党林党に対する閣僚たちの憎しみは強く、議中権による弾圧を活采したが、すぐにそれを大きく後悔することになった。議中権の弾圧は党林党に限らなかったのである。全国にスパイを放ち、少しでも悪口を言った者をどんな粗末でも捉え、生皮を剥ぐなどして処刑し庶民を締め上げ、 官僚たちも、保身を図って、いいダクダクと同調した。義中剣は憲政を完全に掌握しただけでは、飽きたらず、最後には、自分の息のかかったものに、義中剣の功績は多大であるから、孔子と並んで称えるべきだと進言させた。行天俊徳の理性、イタリ神と名乗り、行や俊に匹敵する聖人であると自らを称えさせ、さらに民衆に対して、九千歳と昭和させ、 各地に自らの像を収めた祠を作らせるほどの厳勢を誇った。そしてこれらに反対する者は全て弾圧、処刑した。この時期には満州のヌルハチがアトキンを建国して東北に勢力を拡大していた。その時に民の頂点に立っていたのは賄賂を好む義中権であったので、たとえアトキン相手に負けたとしても賄賂を送ることで勝ったと誤まかすことができた。 そのために、ヌルハチの勢力は抑えられないものになっていった。1626年には、聖子の古藩に生死を築造させる。1627年に、典型三角が死去し、弟の数ーテ点ーテーが即位すると罪を求断され、法要へ左遷される途中に、逮捕の法を聞き、お過剰で仲間の李徴金と共に首を吊って自殺した。一体は貼り付けにされ、首は晒し物にされた。 さらに、彼の一族と客死も処刑され、莫大な全財産は没収、部下たちは殺害、追放された。ありがとうございます。